3日午前10時半ごろ、北海道士幌町中士幌西2線の自動車整備工場で、蔵書、自動車整備会社員。石川春夫さん、60、が堆肥、に埋もれているのを同僚が見つけ、110番した。石川さんは町内の病院で死亡が確認された、帯広署の発表では、石川さんは荷台が、故障したダンプカーを一人で修理しており、荷台には約8トンの、記事全文を読む。